カーリー・エレン・ロイドはアメリカ合衆国のバレーボール選手。ポジションはセッター。アメリカ代表。ロイドは高校時代にバレーボールを開始し、2007年にカリフォルニア大学バークレー校に進学した。大学時代には2010年の NCWA 女子バレーボール選手権で MVP に選ばれた。2011年アメリカ代表に初選出される。同年のパンアメリカンゲームでは、 B 代表の正セッターとして、銅メダル獲得に貢献した。2011から12シーズンは、イタリアセリエ A の強豪ヤマメイバスとアルシツヨに、加入すると、セブカップ、コッパイタリアで、金メダルを獲得した。2012から13シーズンには、欧州チャンピオンズリーグで、銅メダルを獲得した。2012年のパンアメリカンカップで、金メダルを獲得した。 2014から15シーズンからは、ロコモティフバクルに移籍した。2015年、パンアメリカンカップで2大会ぶりの優勝に貢献すると、自身もベストセッター賞を受賞した。2016年4月の2015、16欧州チャンピオンズリーグにて所属するカサールマジアの、正セッターとして、チームを牽引し、同チームを優勝へ導き、自身もベストセッター賞を受賞した。 同年のワールドグランプリで銀メダルを獲得し、同年8月のリオゴリンでは銅メダルを獲得した。2017年にはアメリカ代表の首相を務めた。2018年の世界選手権で代表を引退した。ありがとうございます。